ステアマンソ -21、ステアマンソ -21、ステアマンソ -21 は、ステアマンエアクラフトの試作機。アメリカ陸軍航空隊向けの総発攻撃機の強作に参加した。後に、この強作からダグラス A-20 ハボック、マーチン A-22 メリーランドと、ノースアメリカンビーン -25 ミッチェルが生まれた。 陸軍航空隊に納入されてから素 -21 と命名された X-100 は全金属製の総発、高翼配置の単用機であり、第二次世界大戦期のほとんどのドイツ空軍の爆撃機によく似た操縦士と爆撃手の双方を覆う流線型のガラス張りという通常の米国機とは異なったコクピット配置を採用していた。 この配置は操縦士の前方視界を制限することが分かり、機体は通常の機種とコクピット構造に回収された。この回収は性能には顕著な影響を与えなかったが、ス -21 が量産されることはなかった。ス -21 の唯一の試作機のシリアルナンバーは40から141であった。ダンツ機機種に回収後飛行中の試作機 J ボガーより、ありがとうございます。